バハミです。今日は1月の17日金曜日です。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。今年はですね、新年の挨拶でも申し上げた通りですね、新しいことに挑戦していこうということでですね、今までですね、商品レビューなどはほとんどやってなかったんですけれども、今回ですね、ちょっと一つやってみようかなと思いまして、ある商品を買ってきました。今ちょうど後ろにこう見えているですね、この一人掛け用のソファーというかリクライニングチェアがあるんですけれども、これね、これも確かその今日買ってきたものと同じところで買ってきたんですけれども、今日行ってきたのはですね、こちらですね、皆さんご存知のニトリさん、はい、でニトリさんに行ってですね、どっちから紹介しようかな。まずこちらですね、これ多分ちょっと薄くて何のことだか全然わかんないと思うんですけど、これ見えるかな、これクッションの中身なんですよ。はい、でこんなにこうね、薄いのに本当にクッションになるのかっていうのがちょっと疑問だったので、ちょっとね動画撮ってみようかなと、動画を撮ってですね、ちょっとどんな風になるのか、見てみたいなと思います。では開けていきたいと思います。なんかこう真空パックされてる感じなのかな。あ、すごい、もう膨らんだ、すごい、さっきまでぺっちゃんこだったのに、すごい、もう膨らんだ、にゃあ、ふかふか、すごい、こんな一瞬でふかふかなんだね、これすごい、プーン、プーン、プーン、はい、ということで、このままではね、やっぱり使えないので、これに合った、カバーをですね、もちろん買ってきているので、そちらも、つけてみたいなと思います。はい、できました。はい、こんな感じですね。でこのソファーのここにこう置いて使おうかなと思っています。でちょっと座ってみます。あ、楽ちん、全然違いますね。うんうん、うん、いい買い物した。はい、ということで、ニトリさんの腰当てクッションと腰当てクッションカバーのご紹介でした。また会いましょう。ハーミーでした。ハーミービデオブログをご覧の皆さん、こんにちは、ハーミーです。皆さんはハーミービデオブログチャンネル登録されましたか？え、まだされてないんですか？ハーミービデオブログでは、日常でこんなことあるよなということから、こんなところに行ってみたという内容のいろいろなビデオをご用意しております。よろしければ見てください。皆様からのメッセージもどんどん募集しておりますので、よろしくお願いいたします。ではまた会いましょう。ハーミーでした。